はこん。おはこんばんは。It's Egan the Blend。今日は髪の毛を切りに行きます。これから、まあ、その髪切るところに行って、その切る様子もね、今回は撮れるみたいなので、まあ、その様子をみんなにお届けしようかなと思います。そう、髪切ってくれる人は友達だから。そうそうそう。で、撮影してもいいですかって聞いたらいいよって言ってくれたから、そう、ね、撮っちゃいます。ね、どういう風に切ろうかなってね、ブレーンは結構悩んでる。なんか髪の毛染めるかどうするかも悩んでるし、うん、もう自分はもう決まってるんだけど。どうなるの？どうなるかな？また坊主？まあ坊主にはしないけど、まあ楽しみにしてて。ちょっとドキドキ。ブレーン楽しみだよ。だってブレーンなんかしたいんでしょ？いろいろしたいかもしれないんでしょ？かもしれない。うん、まあその時のね。うん、気分に決めればいいんじゃない。そうだね。ってことで、じゃあこれから行きましょう。はい、行きましょう。レッツゴー。こちらが美容室のかなさんです。鏡越しで緊張する。映ってます。そうやって言われて緊張します。いつもお世話になっております。いい、こちらこそ。ブリーチとかいつぶり？その時、この時、日本出る前、全体的に染めたじゃん。うん、その時ブリキ。こっちはいらない？サイドは。あ、まあちょっとあっても。ちょっとあっても。ゆうくん、体調、あれ、治った体？あ、全然もう治りましたよ。ピンピン。うん、この間動画撮った時は全然声が出なくて。うん、なんで？まあ、風邪の治りかけ、うん、だったから、うん、なんか。高い声全然出なくて。カナ、うん、さんは髪の毛色入れないんですか？今のところちょっと入れないで、ピンク入れたいんだけど、一回抜かなきゃいけないな。ピンクで青で迷ってたんですよね。あピンクはね、多分もう速攻落ちるよ。3日ぐらいで落ちる。それブリーチですか？うん。普通にちょっと黒を入れてみただけ。なんかあ、これに地毛に地毛に、うん、なんか黒のところどころ黒を入れてみて。なるほど、映えるんだ。元がアッシュだから。まあ、日本でやったから、うん、まあ、普通に美容室でやってもらったんですけど、うん、結構良かったね。うん、ちょっとでもきつくなりそう、顔黒入ってちょっとクールめになるね。ね、クールで。日本に帰るまで残ってるといいね、色。まあ、ある程度何かは残ってるんじゃない。まあ、金にはなるからね、うん、こっちに一応落ちても。ね、二人、あれ、新幹線で行くんでしょ？行きは、鹿児島までは飛行機で行って、帰りは新幹線。あれ、新幹線だけ使うと新幹線安くなる気分知ってる？なんか5万ぐらいだけど、乗り放題。JR パスは新幹線だけじゃなくて全部なんですよね。そう、全部。こっちが得だろうね。なんか2、3週間帰ればそっちの方が得だろうけど。え、でも、お得じゃない？だって遠くでも使えるし。私、新幹線大好きなんだよね、乗ってる間。楽しいです。楽しいです。なんか飛行機あんま好きじゃないんだけど。ご飯ゆっくり食べれたりする。そうそう、お弁当食べれる。これにちょっと、どうしようかな。あれ入れようかな。ちょっとなんかあんま落ちない気がしてきた。あ、ちょっと待っててね。まだぬるいので。あ、冷たいけど怒らないでね。はい。パッチしちゃう。違う、セイゴだよ。あ、俺が？セイゴ。ブラセアンみたいなの持ってる。あ、持ってないですね。これやるといいよ、3日に1回ぐらい。あ、変わんなきゃ。
はい。お互いだ。もうちょっと。大丈夫。俺も明日でもう終わりだね、仕事が。明日で終わりか。寿司かな、最初は。寿司好きなんだね。戻った。若くなったかな。若くなったじゃないね。おお、いいね。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。こんな感じで出来上がりました。青くなった。ね、すごい目の色とね、ま、バッチグーよ。ありがとう。元から青い目してるから綺麗。写真撮ろうかね。おかえりは。おかえり。ただいま。皆さんどうですか。青い髪の毛進化しちゃったよ、ブレンが。ね、人生初めて青にした、うん、いろんなすごい前が、あ、でもそれも綺麗だね。ね、なんかエルサになっちゃったね。エルサになっちゃった。ずるい。俺もなりたい。また今度ね。ね、英語はでも前切った時と同じようにちょっと前髪を上げれるように前髪をちょっと短くしてもらいました。かっこいいでしょ。あとサイドと後ろ買ってみました。似合うね。ありがとうございます。本当にいつもね、いい、よく来てもらうよね。そう、やっといいとこ見つけたっていう感じ、うん、もうずっとここなんかもう半年以上かな、うん、切ってもらってるね。2ヶ月ぐらい前の動画に、うん、美容師の家にいてワンちゃんと遊んだ動画もあったけど、うん、ワンちゃんもめっちゃ可愛いよね。そう、あのモコちゃん、奈良ちゃん、あと猫ちゃんもね、みかんくん。猫、みかんくんが生後の顔に乗っかっちゃう。そう、引っかかれた、ね、乗っかるのが好きだから。可愛かった。でもね、でまたね、日本から今度帰ってきたらまたね、ちょっと家に遊びに行こうかなって思ってます。うん、行く行く。お邪魔しちゃう。ね、じゃあブレンのこのニューヘア、最後もそう。じゃあまあブレンのニューヘアと、まあ、自分のこの新しい髪型、新しいっていうか、まあ、すっきりした髪型、うん、好きと思ってくれる方はぜひ高評価の方しててくれると嬉しいです。お願いします。あとはあのチャンネル登録まだしてない方はぜひ今のうちしてください。もう少しで、もう少しで10万人いきます。多分この動画を見てる頃にはまだ10万人はいってないと思うんですけど、本当にもう少しで10万人に行くので、ぜひよかったら誰かにおすすめしてみてください。共有お願いします。そう、お願いします。あとは概要欄 の、 あの SNS とブログのリンクもチェックしてください。で、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。